はい、というわけでどうもマルトラです。今回はファンパレなんですけども、今日はナナミン使っていこうかなと思います。 SSR キャラクターというわけで、皆さんこのナナミンどうでしょうか。ハーフアニバーサリーで情報修正でめっちゃ強くなったんで、最近使ってる人多いんじゃないかな。情報修正でダメージが跳ね上がったんで、こんだけいい修正もらえるって思ってなかったんで、これはもうナナミンもにっこりなんじゃないかなと思います。はい、このね、この締めているこれ、はい、この包帯かなんかで締めているこれ、これネクタイか、はい、でそんなしっかり締めたら血止まんないのかなっていう風に心配するんですけども、はい、病院行ってほしいんですけども、レベル125というわけでありがたき幸せ。はい、レベル125シリーズもこれからやっていこうかなと思いますんでね、皆さんからのフレンド規制要望がまだたんまりありますんでね、まだまだ募集してるんで、まあ、これは僕のナナミンなんですけども、はい、まあ、明日ぐらいからやっていこうかなと思うんで、 X の DM に ID とご自慢のキャラクター載せてほしいなと思うんですけども、この夜属性の方のナナミンなんですが、まあ、パーティーこんな感じで、まあ、一応ね、払うお仕事とともに、掘り込んでいったら、もうね、このナナミン最強となりますんで、レベル125の威厳見ていこうかなと思うんですけども、レベル125グレード12貫突、HP29,54、体術5,500、術式7,700、必殺ゲージ1,500というわけで、術式が7,700なんですよ。バカ高い。これ、乙骨と比べたら、乙骨が7,500ですから、まあ、体術7000とかなんですけども、術式値だけ見たら、乙骨のマウント取ってますわ。はい。まあ、その他すべてマウント取られてるんですけども、術式部門だけでは、いきり散らかせるという状況かな。はい。ほんで、コマンドスキルレベル7060消費して、体術、術式 66% ダメージ、複合系ですね。ほんでもって、レベル8、1610消費して、会心 75% アップ、ブレイクダメージの 75% アップ、4ターンというわけで、地味にね、これがいいんですよ。最近結構ブレイクダメージ稼いだもん勝ちみたいなところもあるんで、やっぱなんか初期の頃は全然ね、この性能あんまし注目されていなかったんですが、やっぱりね、時代は巡るとでも言いましょうか。はい、やっぱり使えないものはないっていう、いくらもうビビたるもんでも利用すれば使えんねんっていう、そういうのを教えてくれますよね。うん。だから初期の頃の僕の脳みそは、バカみたいな脳みそだったんで、使えなかったっていうのを、はい、初期の頃の僕はアホっていうのを遠回しに教えてくれてました。ありがたき幸せ。はい。そんでもって、これですわな。情報修正で強くなったのはレベル9、呪力30消費して、体術、術式 204% ダメージの複合、合計 408% なんですけども、情報修正で何が変わったかっていうと、まあ、このスキルではないんですけども、このナナミンの、会心発生時と黒閃発生時のダメージが他のキャラよりも、ダメージが出るようになりました。黒閃が3倍、会心が2倍やったかな。まあ、詳しい倍率は分からへんねんけど、まあ、とりあえず、会心か黒閃が出たら、他のキャラよりもダメージが伸びるようになったんで、この、呪力30技が乙骨の合わせろ理科とほぼ同等、場合によっちゃ上回るんじゃないかみたいな、そういう火力が出るようになったんですよ。4発ランダなんですけども、4発全部黒閃が出たら、おそらく乙骨、おそらくというか乙骨よりもダメージが出るんですよ。まあ4発全部回黒閃はなかなかの確率ではあんねんけど、ただ出したら100万なんか余裕に超えるんで、乙骨をはるかに超えます。はい、まあ運ゲーではあるんですけどもね。ただここまで修正で強くなったんで、まあ最初に言った通り、その他の性能で全てマウントを取られている。うん、ちょっといきり散らかして、なんかポケットに手突っ込んで乙骨にメンチ切ったら上からリカちゃんで踏み潰されるんですけども、ただまそこだけ突出みたいな感じ。うん、異世界学問系ですわな。うん、異世界ファンタジー系、主人公最強系ですわ。うん、なんか魔法学校、ジャンプで言うところのマッシュルみたいな、うん、
魔法は使えへん、他では劣ってるけども筋力でなんとかなんねんみたいな、マッシュルみたいなね。今期で言うと杖と剣のウィストリアやったかな、あの辺のストーリーの主人公みたいですわこいつは。そんでもって必殺がレベル8、対術術式 426% ダメージ、合計 852% ですね。ダメージは言うて結構入るんですよ。んでオートスキル時間外ロード、9ターン目開始時呪力30回復、引き下げ200回復、術式 30% アップ1回、これゴミです。まあ、時間外ロード、あの行の七民は最初から時間外ロードなんで、まああれなんですけども、こいつは9ターン目になってようやくなんで、なんでしょうかね、9ターン目なんで1ターンに換算すると1時間なのかな。うん、だから、9時間のシフト入って、そこから以降、10時間目からは、まあ、時間外労働で残業入ってくれるっていうね、はい、素晴らしいですわ。はい、下手すら24ターンとか24時間労働になるんですけども、はい、残業代は0円です、はい、ホワイト企業というわけで、使っていくんですけども、挑んでいくダンジョンは、どこやったかな、上郷強敵開口というわけで、久々に強敵開口の上郷来ました、はい、ただただサンドバッグとなってもらおうかなと思うんですけども、まあ普通にダメージ見ていきましょうかね。はい、一応、ジロック0技を見ていくんですけども、はい、イカほどつわけて、まあ言うてちょっとはダメージ伸びてるんじゃないかな。はい、どんだけ、ボチュン23000円、まあ23000円、なかなか頑張っているのではないか、僕はそう思います。はい、そんでもって、これですわな。はい、本題の呪力30技、これがどんだけ飛ばせるか。こいつちょっと領域内なんでダメ剣張っとるんですけども、まあ関係ない。はいはいはい、5万、これ多分ダメ剣 50% ぐらいかな。だからバカみたいなダメ剣張られてるんですけども、これ何パーダメ剣50%。はい、だから、今のは、ダメージに換算すると10万ぐらいダメージが出ておりました。はい、素晴らしい状況で、はい、ちょっと早く領域に出てほしいなと思うんですけども、まあ、言うて必殺技はゴミなんで、ナナミンの真骨頂はこの呪力30技なんで、必殺技はもうどうでもいいんで、ここからもうバフ積んでゴリンゴリンやっていきましょうかね。はい、と花見の領域はちょっとここでもう領域切れるんでもったいないんで、こっから呪力30技放り込んでいきまして、ちょっとこいつサンドバッグになってくれるか。領域、あ、黒線、黒線で4万出とんねん、黒線で4万出とんねんなあ。普通のダメージが1万5000に対し、黒線一発出たら3倍なんねん、ダメージが。だからバフモリモリの状態で4発全部黒線が出たらって考えてちょうだいよ、考えてちょうだいよ、ね、皆さんのもうものすごいね、ほら一発4万入っとんねんな、一発4万入っててここで黒線出たらどんなこと、3倍やで。これが4発全部3倍で出てみーよなあ、皆さん想像してみんしゃいよね。えこれはなかなかなダメージが入りますよ、本当に。黒線出てほしい。ただね、黒線はほんま運ゲーなんでね、出えへんときはとことん出えへんね。出てくれへんかな、黒線。頼むわ。本当に。黒線って倍率何パーセントなんやろ、わからへんねんけど。頼む。こい、19万 !19 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 万入りました。はい、今。2発出て19万19万の、6万6万かな、6万6万19万19万なんで、今のダメージ50万ぐらい出ましたかね。一発19万、これ全打出てみんしゃいよ、出てみんしゃいよ、ね、それはもう、それはそれは恐ろしいもんが、それはもうそれはそれはやでなあ。それは日本語バグるわないう話で、ナナミはね日本語クラッシャーとして有名なんですよ。使ったものの日本語を狂わせる。だから僕これからもう英語を喋るほかないんですけども、このね性能マジで面白いねんな、いい修正もらったなって思いますね僕。あ、21万、1段21万入っとんねん。これがランダ4発やで、これ4発全部21万出てって考えてみんしゃいよ。
そら日本語使えなくなるわな。そら英語を使わ、20万そら英語を使わざるを得ないよ。そりゃ当たり前やねんな。あ、ちょっと待って、52 クソ寸止め、首の皮1枚つながってんのに、お前なんでお前これ使えへんねん、ボケが。じゃあまあ一番最後に、必殺技を掘り込んでみましょうかね。必殺技のダメージはゴミです。あ、言うてダメージはちょっとビビたるもんにも程があるんで、あれなんですけど、あ、でも言うて結構入ってる、いいね。連携以外やから、8万マイナー、60万ちょっとか。まあ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 。言うて、必殺技おまけです。必殺技おまけなキャラクターいます？初期キャラでやで。初期キャラって絶対必殺技使わな、使いもんならへんやん。必殺技使わへんかったらゴミやん。なあ、そんなキャラばっかやんか。ナナミンは違うね。さすがナナミン、さすがナナミンという状況であるんですけども。ちょっと待ってや。サンドバッグ、これはもうドレッドヘアぶち殺すか。はい、ドレッドヘア強化に殴り込みに行くんですけども、もうここは普通に西宮を掘り込んで、こんな感じでバカみたいにバフ積んでやってみましょうかね。呪力30技クソ忖度ムーブやっていこうかなと思うんですけども、こうなったらちょっと全打国戦出てほしいな。全打国戦の気持ちよさ、これをねぜひに皆さんに味わってほしいんですよね。8万、もうね、一発会心出るだけでダメージ恐ろしいねんな。ほんで初ターンからこんだけ出とんねん、初期キャラの呪力30技でバカ16万38万出とんねん。あ、回避回避、ちょっと待ってや、これはちょっと待ってや、塾長守っといて、多分これ塾長に攻撃いったら、これ塾長死なん、大丈夫、これ塾長死なん、塾長、あ、ここバフったらよかった、なんでちょっとこいつ生きとんな、ドレッドヘア、ちょっとこいつが寝ている隙にあそこに火つけようかなと思うんですけども、35万、35万とか出ばた、35万とか出てもうたで、みんなみんな35万とか出てもうた、みんなみんなみんな。じゃあこれちょっともう結城さんでバフ積んでバカみたいに攻めていこうか。これ国戦出えへんかな、国戦出たら面白いと思うけど、どう、45万これを皆さん、1打45万1打45万やで、なあどう思う。そりゃあ英語使わなあかんわ、日本語バグるもん、そりゃあね、そりゃあそりゃあそりゃあやもんな。あそろそろ40万これ全打こうへんかな、えぐい確率やと思うね、全打国戦って。ただ出たらおもろいで、これでこれで、これ全打国戦出てくれへんかな、ほんまに出たら面白いねんけどね、これで。あー、もう同じことなんて2回言ったんですけども、ほんでここやっぱりあのあれやったやん、バフ打つべきやったやん、ナナミンで。まあどうでもええわ。ちょうどここでブレイクできるんで、ナナミン8万、26万、どうよ皆さん、このゴリンゴリンの火力、これ4発全部国戦出てくれへんかな、ナナミ天文。あ、でも1打13万出とんねん1打13万出とんねんよよ、これナナミめっちゃ強いな、めっちゃ強なったな、頼むわ。あーでもすごいや、54万とか出てんもん。いや全国戦出てくれへんかな、ちょっと全国戦出るまで諦めがつかんぞ、これは出たら面白いねんけど。ほんでナナミンに攻撃来い、ナナミンに攻撃来てくれたら全然守れる、頼んますわ本当に。そこ気にしねえ、気にしねえ。じゃったらもうここからは、順当に頑張っていく、その他ないんですけども、
ただここも言うて西宮の、なんでお前が国戦出すねん、なあ同期に花持たしたれよ、同期に花持たせ、我我はかお前なあ、お前その性格直した方がええで、なあお前こいつ裏切り者やな、こいつ裏切り者ですわ。うん、確か原作の6話やったかな、で五条先生裏切りますからね、原作の再現ここでせんでええねんほんま、頼むわ本当に。ちょっと全打国戦出したいで、ただ1打40万出たのはちょっとびっくりしたな国戦で1打40万、やばめっちゃ強なったな、ナナミン。やっぱり今回の情報修正ナナミンが一番好きやわ。うん、13万性能的にね、多分一番強くなって使えるようになったんは花見とパンダやと思うんですよ。この2人の修正めっちゃいいなぁと24万思うんですよね。ただ面白さで言うとナナミンが圧倒的やねんけど、僕ナナミンの修正めっちゃおもろいやんこれな。あちょっと頑張ってほしいね。うん、皆さんに体験してほしい。もうこうアトラクションですよ皆さん。うん、ぜひユニバに来た感覚で今この動画見てほしいなと思うんですけども、これ掘り込んどいて、これも掘り込んどいて、はい、ほんでここ34万とか出てるわ、面白すぎるマジで面白い。この運ゲー具合がね面白いね、面白い。これは、うん、ギャンブルやで、この、あの、国戦は。頼むわ、来い、国戦、48万、48、49万今見た、なあ、今見た、合計120万出てたで。合計120万って何？呪力30技で、乙骨やん。誰が何と言おうと、乙骨やねんけど、夜属性の乙骨やで、こいつ。なあ47万、1打47万って土地狂っとるやん、なんなんこの火力、1打47万、おかしいんですけども非常に。なあ48万127万トータル、これな、うん、今全打国戦やったら48万 ×4 ですから、約なんぼ170万ぐらいか、合計で出ますんで、今のやばすぎんよ。ナナミン育成してへんっていう人、これめっちゃ育成したくなってるくない、みんな。なあてかね、僕はもう修正されたその時から言ってんねん、このナナミンの情報修正マジでやばいから育成せえへんかったら損と僕はずっと言っている。マジで強なったこのナナミ。頭おか35万36万バカやん、バカですわ。ちょっと面白いんでもうちょっと遊びますわ。はい、いつもやったらこの辺で終わるんですけども、ちょっとナナミは別格、面白さが。領域伏黒積んで、バカみたいにやりますわ。はい、これでまあ呪力の問題がなかなか出てくるんですが、まあちょっと調整しながらやっていこうかなと思います。はい、ただこいつのダメージがこんなに痛いと思ってなかったんで、ちょっとこれ大丈夫か、これこれ大丈夫なんでしょうか。はい、わかりません、非常にわかんないんですけども、呪力30マイナー、これはどうでもいい。こいつは呪力を呪力ダメージで相手が回復するっていう、そういう状況だから待機はできる。あ、でもデバフ積んでくるんか、まあ別にどうでもいいか、デバフぐらいは、デバフぐらいはどうでもいい。塾長この辺りからバフ積んでいくか。そうですね、ここ耐えれるか、みんな大丈夫か、全体かこれ、どうやろう、どうなるこれダメージ、こいつの全体か、おお全然大丈夫やった。じゃあそれだ、フシグロちゃんで重くそいっといて、ナナミンまだええな、ナナミンまだいい。
はい、ちょっと今デバフされてるんでなかなか鬱陶しい状況ではあるんですけども、スタンナイス。こっからちょっと、限定ではあるんですけども、3ターン限定なんですけども、ちょっとバカみたいにナナミンでやっていきましょうかね。はい、ナナミンこれ一発どんだけ始めましたよ。ちょっとあのバフがそんななんですけども、どう？あーもうすあでもすんごいわでもすんごいの入ってるわ、すんごいの入っていらっしゃるね。えこれはいいね、これええぞ。3ターン限定なんですけども、これ次どんなダメージ、黒線出てくれへん、黒線76万74万。今トータルなんぼ出たなあ、今トータル多分180万ぐらい出たで、やばこれなんですよ。ナナミンはこれラストの運ゲーと、黒線一発だけでもいいから出てくれへん、頼むわナナミン、お願いしたい、頼む、こい黒線110万。233万トータル、これどうよなあ、どう思います皆さん、これどう思います、この火力バカやろほんまに。まだこれを見てナナミン育成せえへんって人いますね。60万122万、狂っとるわ狂っとるわ